はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、久しぶりにホットミールのねチームトランスポートシリーズ買いました。はい、こちらね今回ね新作ね3種ね発売されたので、ではねちょっとね一気に見ていきましょう。ちなみにこれねそれぞれねお値段ねヨドバシカメラさんで購入しましたが1980円ですね。まあ、約1セット2000円なんでそこそこするのかな。まあポイントね省くと、まあ、実質1800円ぐらいだということで、ではではね、ここのね番号のね小さい順にねちょっとね見ていきたいと思います。てかね一番最後ですけどこのスープラあるんで、これがね一番ちょっと気になる。さあではでは行きましょうか。さあでは改めまして、今回はホットウィールプレミアムですね、カーカルチャーのチームトランスポート。はい、こちらフォルクスワーゲンの IDR とエアロリフトですね。で番号の方は、シャープの35番となっておりまして、まあ、先ほどから言ってます通り今回ラインナップはねこちらの3種になっております。さあさあそれでは行きましょうか。いや本当トランスポートシリーズ久しぶりにちょっとね、まあ、買っちゃったんですけども、ね、今回はなかなか本当素敵なラインナップだと思いますよ。まあ毎回素敵っちゃ素敵なんですけどね、たまにね飛ばしちゃうんで。では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 行きましょう。なんだかんだねこの価格帯って高いように見えるんですけど、そこそこねそんな高い気もしないですよね。言ってもね何かこう2台セットになっているんで、うん、まあ気になった方はぜひねイオンとかでも売ってると思うんで、ぜひ手にしてみてください。さあではでは行きましょうか。まあなかなか、うん、おかっこいいね。じゃあちょっとねこの IDR から行きましょうかね。さあさあそれでは見ていきましょう。まずねはいちょっと全体見てみるとこのようになっております。もう本当サーキットを駆け抜けるねかっこいいねレーシングカーですね。でまず1体目はフォルクスワーゲンの IDR ですが、まずねはいフロントの部分はこのような感じになっております。いいですね。まあ結構ねしっかりとねこうラッピングがね施されてて、ね、めちゃめちゃかっこいいですね。でヘッドライトは多分ここだと思うんですけども、ここは特にレンズとかなくて、まあこうプリント塗装でこう形がねかたどられてるようなね形になってますかね。でここにロゴとかあとエンブレムとかでちゃんとこう書いてまして、まあ本当にねまあなかなかかっこいい仕上がりなのかな。まあでもこういった車両って結構本当好み分かれますよね。皆さんいかがでしょうか。で側面見てみるとこんな感じです。ホイールはねシルバーメッキで、あと、まあ、こういったねカストロールのロゴとか、あとこれ IDR って書いてますよね。こういったね細かい文字とかもしっかりとこうプリントで書かれてますね。よいしょ、ピント合うかな。あとでちょっと大きくしておきますが、ピントが合ってなかったら別で写真画像などをちょっとね挟み込みたいと思います。こことかねこことか読めるかな、難しいかもしれないけどね、読めたらいいですけどね。うん、まあでも本当綺麗なねプリントになってますね。で後ろの部分ね、あリアウィングのこの側面もちゃんとこう文字書いてますね。これはブリヂストンで書いてるのかな。うん、いいねいいね。で上はこれはアンシスっていうのこれ、まあ、パーツのメーカーとかですかね。で後ろ行きましょう。ハイテールの部分はこんな感じです。かなりリアウィングはこれ別パーツになるんですけど迫力満点ですね。大きいね、うんすごい。でテールのレンズとか特にないのかな。てかもうこれ構造がどうなってるのかあんまりわかんないですけど、ここはあれかな、排気口になるんですかねこの辺って。で反対側の側面ですが、はいこちら側はこんな感じで、まあこの面もしっかりとね文字などね書かれてますね。でちょっと上見てみましょう。はいここもねちょっとこうブリヂストンとかねしっかりと書かれております。で、あルーフの部分にはワーゲンのこれエンブレムありましたね。かなり大きく書かれてますね。で上からもう一回ね全体的に見てみるとこんな感じで、そこの部分ははいこのようになっております。ホットウィールだからこっち向きですね。はいこんな感じです。あタイヤこちらは、ゴム製ですね。ちゃんとゴム製になっています。で特にサスペンションなどのギミックはないですね。手転がしの磨いていけるようになってます。まあ、ということでまずね1台目なかなかね、まあ、好み分かれると思うんですけども、まあ、かっこいい仕上がりになってたと思います。フォルクスワーゲンの IDR でした。こういうの実際走ってるとこちょっと見てみたいですよね。うーんいいねいいねいいね。さあそれではねもう一つのね、はいこちらエアロリフトの方も見ていきましょう。まあエアロリフトは結構まあおなじみなんですが、まあこれまでね何度かね手に入れたことがありますね。はい来るとねこんな感じになってます。まあ今回ね車両ですね、先ほどのねこのね IDR のねラッピングに合わせて、まあこのようなねこう黒とこのブルーのラインがね美しいデザインになってますね。でこの IDR のこれロゴになるんですかね、この R という、ね、文字が側面とフロントのねこの上の部分ですね。で反対側にもこのようにねしっかりと書かれてますね。で顔の部分ですがこんな感じで、ヘッドだったらねクリアーパーツになっております。で荷台の部分
ですが、はい、こんな感じ。ここは黒の成形色ですね。でこれ稼働するのかな、あ、動きますね。はい、こんな感じでね、スライドでできるね、ギミックになってます。でこんな感じで下がるんで、まあ、付属のねこのシャドウですね、 IDR を、はい、このようにはい乗せることがねできるようになってます。いいですね、素晴らしい絵、なかなかかっこよかったですね。うん、やっぱこう乗せると本当に絵になるね。でそこ見るの忘れてました。はい、こんな感じです。まあということでね、まず最初のこのセットですね、フォルクスワーゲン IDR とエアロリフトのセットでした。まあこう乗ってる姿本当に様になります。うん、もう本当このままね単品でこの飾るのも十分ですね。お、素晴らしい。黒と青ってなんか渋いね。うん、さあさあさあ、それではね続いてのシャドウを見ていきましょう。はい、続いてはねこちらですね、シャープの36番ですね。はい、コルベット C8R でいいんですかね、と、キャリーオンのセットですね。うん、このね色使いも結構好きさ、この黄色にこのグレーかな、この C8R、 これめちゃめちゃ、これもまたねなんかいいね。ちょっとフロント周りがこう目つきが鋭い感じがかっこいいと思います。さあさあ、ではではこちらもね開けさせて、ね、いただきましょう。よいしょーと、さあ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 、ではでは、おっとっとっと、参ります。これも絶対かっこいいでしょ。あー素敵だ、いいコンビネーションですね。じゃあこちらからいきましょうか。はい、まずねこちらで、ね、コルベットの C8R ですね。読み方間違ってたらごめんなさいですけども、はい、こんな感じのね、まずね全体的に見てみるとなかなか、うん、かっこいいね。この黄色にねグレーのこのねツートーンカラーがなかなかいい感じです。でフロントね見てみましょう。はい、こんな感じですね。ヘッドライトはこちらクリアパーツですね。クリアパーツにはまして、でまあ細かいラッピング、こちらも本当にあのしっかりとできてますね。うん、でこのねもうこの目つき、この顔つきにこの黄色のカラーっていうのがまたねすごく渋い、かっこいい、いいねいいね。あ、でルーフにここにエンブレムありますね。このように大きく描かれてますね。で内装も結構これねグレーで明るいんですけども、しっかりとねこう細かくね成形色なんですが作られております。で側面のデザインですが、はい、こうなっております。でこちら側も、はい、細かいねゼッケンや、あとここアメリカの国旗ですね。これ裸眼では確認できないんですけども、ちゃんと描かれてるのかな、後でね拡大して確認したいと思います。いいねいいねいいね。でこういったねロゴもちゃんと書かれてますね。で後ろ行ってと、はい、テールはねこんな感じ。レンズの感じはプリントですね、プリントでデザイン再現されてます。でリアスポイラーは、あ、こちらはボディと一体ですね、一体成形となっております。側面は赤色で、上はね黒のね塗装になってますね。うん、いいね。後ろもなかなかですね。で反対の側面ですが、はい、こちら側もこのようなデザインですね。基本的には先ほどの面と同じです。で上から見てみると、はい、こんな感じで、底の部分は、はい、このようになっております。でこちらも特にねギミックないですね、手転がしのみができるようになってます。うん、なかなかかっこいいシャドウで、こちらをね乗せて運んでくれるセットになっているのがキャリーオンですね。はい、キャリーオンもこれまで僕ねちょっとね何度か買ったことあるんですが、今回のデザインは、はい、こちらもね車両のねカラーに合わせて、まあこんな感じのデザインになっております。側面とか特に、まあこの黄色とグレー以外はないのかな。レンズの部分がちょっとねこう細かくは塗装入ってるんですが、特にロゴとかは入ってないですね。まあどっちかというとシンプルなデザインなのかなと思います。でフロントの顔がね結構ねこれ迫力がありまして、グリルとあとこのヘッドライト周りですね、こちらが、シルバーのメッキ仕上げになってますね。ここも一応こうダイキャスト製になっていて、シャーシと一体とかではないと思うんですけど、しっかりとしたねパーツ構成になってますね。うん、かっこいいですね。なかなかね、まあいかつい顔つきとなってますね。で荷台の部分ですが、こちらも、成形色になっておりまして、でこちらは稼働したりはしないですね。まあ、この状態でですが、車両をですね、はい、このようにこちらもねしっかりとね乗せることがと、はい、できるようになっております。まあ、ちゃんとあのタイヤ止めも高めなので、まあ割とこうしっかりとね止まるようになってますね。うん、なかなかこちらもねいいコンビネーションでした。かっこいいですね、この斜めに乗ってるっていうのがね何とも言えないですよ。はいいいね、運んでる感が、なんでしょう、もう僕言葉知らずで言葉足らずかうまく表現できてないですけどね。いや、もうこのせいでもねなかなかいい感じでした。ということでこれ2セット目ですね、エコルベット C8R とキャリーオンのセットでした。
さあそれでは、ね、続いての車両も見ていきましょう。さあそれでは、ね、3セット目、これ僕一番気になってますね。シャープ37番の、2021年のトヨタ GR スープラと、こちらもエアロリフトですね。だから最初のワーゲンのこのトランスポートとこう一緒ですね、車両自体はね。ただデザインがほんとこうね、 GR ガズレーシング仕様なんで、おーいいね外からでも結構満足できちゃうんですけど。さあさあそれではね、こちらね、開けさせていただきます。よいしょ。でこのね、もうメインとこの車両がスープラっていうのがね、なかなかいいと思います。今回のトランスポートシリーズの中で一番なんか売れそうな感じですね、ベタで言うとね。うん、まあ、なのでぜひぜひこちらは皆さんにちょっと手にしていただきたいかな。うん、なんかすごくかっこいいで、おこれね、もうブリスターから出すとさらにこうね、磨きがかかってる感じがよく伝わりますね。いいね、いいね。あースープラーいいね。白飛びまくりですね、輝きすぎです。はい、ちょっと暗くしますね。はいさあではでは、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、はい、全体的にはね、こんな感じのデザインになっておりまして、うん、かっこいいの一言ですけども、いい仕上がりですね。でフロントね、顔周りは、はい、こうなっております。ヘッドライトのデザインはプリントで再現されてますね。こんな感じになっておりまして、僕結構よく見たんですがね、あのちょっとずれてるんですよ。ちょっとね、こう左にずれてるんですが、マシなのかなかったですね今回ね正直言っちゃうと、これが多分僕が見た中では一番マシだった。まあこれはもうホットウィーラーだですね、結構歪んじゃってるっていうのね。はいで、トヨタのねエンブレムが書かれてて、あとね GR のロゴもね、このようにしっかりとね書かれてます。でボディのねメインカラーはホワイトのねソリッドですね。 で GR といえばね、もうこの赤と黒なんですが、まあ、こんな感じのデザイン入ってて、うん、いいね。まあスープラはさすがによく似合ってると思います。で側面見てみると、はい、こんな感じですね。こちらも大きくね GR のロゴが書いてありまして、でここね、これなんて書いてるのかな、後で大きくして確認したいと思います。もう本当に目がね悪くなっちゃってね、よく読めないんですよね。本当この曲線の感じがなんかこうね、滑らかで、デザインまでこう空気抵抗がない感じがなんかいい、うん、で後ろですね、テールの部分ですが、レンズはプリントですね、プリント塗装で再現されてまして、であとエンブレムやロゴ関係もこのようにねプリントで書いてあります。ここも後で大きくして確認したいと思いますね。ちゃんとねこちらも伝わればいいんですけどね。で反対の側面ですが、はい、こちら側は、まあ、デザイン的には先ほどの面と同じですね、もうバッチリ決まっちゃっております。で上から見てみると、はい、このようになっております。で底の部分はこんな感じです。でこちらの車両も特にギミックないですね、手転がしのみができるようになってます。いいね、スープラかっこいいね。でこちらを乗せてくれるのが、はい、本日ね2度目の登場、エアロリフトです。ただこちらはまあガズレーシング GR 仕様になっておりますので、こんな感じのデザインね、譜面とかにロゴや文字などこのように書いてあって、で本当あのスープラと同じようなこうラッピングのデザインになってますね。統一性があって、まあ非常にねかっこいいと思います。これはまあ他のね車両にも言えることなんですけど、まあさすがね、もう本当ニコイチですよね。ニコイチでこう見て飾ってなんぼみたいなね、そんな感じがありますね。うん、かっこいいな、これもいいですね。でこちらもね、作り的にはヘッドとクリアパーツですね。で迫力のあるねフェイスデザイン、ね、で後ろの荷台の部分はこちらは成形色で、もちろんこれも、はい、このようにスライドねさせることができるようになってます。でスライドしたらこちらね、スープラさんを乗せてあげましょう。はい、バッチリです。 OK、 いいですね、このコンビネーションもなかなか見応えねありますね。うん、気になってただけあってね、このなんかこう収まり方はまあ非常にいいですね。他のね車両も、うん、いい収まり方だったんですけど、やっぱこうスープラは何とも言えないかっこよさがあります。で GR のこの色使いデザインもね、非常にね僕は好きですね。まあということでね、ラスト、はい、こちら2021年のトヨタ GR スープラとエアロリフトでした。はい、ということで今回はですね、ホットウィールの久しぶりに買いましたね、カーカルチャーのチームトランスポート、こちらに新しくね3種が登場したんでちょっと見ていきましたが、さあ皆様的にはいかがだったでしょうか。まあ僕はねもう全部お気に入りです。はい、特にこのスープラのセットがねいいと思うんですけども、まあ本当あの個性あふれる車両たちになってましたね。うん、まあ、今回はなんか特になんか僕の中でいいような気がしますね。これまでも良かったんですけど、今回のこの3種はなかなかね素晴らしいねセットになってると思いますんで、まあちょっと
ね、ワンセットね、まあ、2000円ぐらいしちゃいますが、安いところね探せば、まあ、そこそこ、うん、1500円ぐらいであるのかな、そこまでは安くないか、まあ、1700円ぐらいではあると思いますんで、でしばらくしたらね、まあ、どれが売れ残るとかちょっと分かんないですけど、まあ、イオンとかでたまにね、まあ、すごい安い時とかもあるんで、まあ、運が良ければそういったタイミングをね狙っていただければね、安くね手に入れられると思うんで、もし気になった方はぜひこちらね要チェックしておいてください。まあ、本当単体のねセットだけでも十分ね、もう絵になるねセットになっておりますので、もし気になった方はぜひ買ってね、ちょっとね飾ってみてください。まあ、ということでね、はい、今回はこの辺りにしていきたいと思います。ガモチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお願いしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近で話題の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信しているので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。ではここはね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。